皆さんどうもこんにちは、ナオです。さて今回も引き続いて機動戦士ゼータガンダムの第16話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。機動戦士ゼータガンダムの第16話です。第16話、白い闇を抜けてですね。白い闇、面白いよね。闇やのに白いんやっていうね。なんか私このタイトル見てさ、アムロ思い出しちゃった。アムロってさ主人公やん。でもさ闇を抱えてんのよ。だからさ、なんか白い闇ってアムロっぽーって思ったアムロっぽーってなんやろ。アムロっぽい。アムロが復活するぞこれわからんけどな。さあどうやってアムロ復活するかな。やっぱ殴られやな、赤のちゃう。一発痛い目見やな、赤のちゃう。ファーストの時だってそうやったやん。アムロフがさ引きこもってた時にさ殴られて復活してたやん。やっぱね暴力が必要なんですよ力がね一番効き目あると思う。だからシャアが多分一発アムロに殴るか、いやそれともまたカミーユがお前を修正してやるっつって殴るかそんな感じちゃいます。しかしシャアとカミーユの助けがなければカツは死んでいたかもしれなかった。そうやんな、シャアとカミーユの助けがなかったら確実にカツは死んでました。白い闇を抜けて、白い闇を抜けて、白い闇っていうか霧やな。白い霧を抜けてみたいなイメージやな。え構わないさ。ベルトーチかアムロ。キスシーンね。君も空に来ればいい。行きたくはない。あの無重力体の感覚は怖い。ララーに会うのが怖いのだろう。やばい、ここでララーの、ララー、あ、ファーストの時の思い出が。それが怖くてアムロは空に戻れへんのか。ベルトーチカとはキスしてたくせにな。ちょっとシャアもそれはあれやな、ララの話を出したくなるよな。あの女の子とチュッチュしてね。ベルトーチカとアムロのキスさ、めっちゃナチュラルすぎてさ、えだけやってんけど。リアクションアムロも全然驚いてへんしさ、慣れてんねやろな、女性からのアプローチなんてさ。あー、モテへんとか言ったけど多分モテるわ。遊びまくってますわ女の子とね。隊長に負けましたかな、この賭け。当たり前だ、アウド村はパイロットをこの辺りから空に出すよ。多分あれやな、クワトロたちカミユたちが空に向かってバーンって行くのに対して敵が出てくるパターンのやつですね今回は。アムロも空に来やんのかな。なんか来そうな気すんねんけどな。俺は男だとか言って。アムロ、ヒッコリーまでは一緒に。ああ、いいよ、道案内頼む。ええ。むっちゃキスしてるやん、むっちゃ口にキスしてるやん。もうなんかやったねきっともうこれはラブラブしてるね。いよいよだ、飯田勝、クワトロ隊の言うことを聞いたな。クワトロ隊、頼みます。父親代わりの経験もいいと思っている。胸がときめく胸がときめく。なんか悲しくなる、こういうセリフ聞くと。クワトロだってなんかお父さんになりたかったんかなって思ってさ、ララーとさクワトロのさ二人の幸せな未来をさちょっと想像しちゃうよね。そんな中で敵が攻めてまいりました。大丈夫か、心配しないでやって。うわー、大丈夫かな。アムロ一気だけでさブラン倒せるか。強いぞブランは。そろそろカウントダウンが始まるわ。アムロはカツ君を乗せたまま戦っていたんで。はあ、ベルトーチカ気をつけて。選別だ、何かの役に立つ。アムロ、この拳銃は前の一年戦争の時にジオンのシャアと撃ち合ったものなんだ。その拳銃持ってたんや。アムロ、カミーユはスードリに捕まったのか。この霧です、大丈夫です。あ、来た、アムロ戻ってきた。カツ君、クワトロ隊員はエウゴにとって大切な方です。早くコクピットへ。慣れてませんから本当に撃っちゃうかもしれませんよ。え、それで脅すん。クワトロだけ一人空に行くってこと。まっすぐに出せば敵に当たる、無人だからと舐めるなよ。一気でも落としてくれ。無人のモビルスーツがあるのいいよな、人の心配しやんで済むやん。古いロケットの G はきついぞ。知ってます、拳銃は安全弁を外さんと撃てない。安全弁外してない状態の銃で脅してたん、カツ君まだまだだね。怖くないか。はい、
私は怖い。動いている方が怖くなくていい。今のもう名言やろ。動いてない方が怖くなくていい。落ちろ。と思ってたよ。君は間に合わない。次のチャンスまでそばにいてくれ。了解です。目の前の敵は危険です。カミーユとアムロが二人で地球にいるんや。ベルトーチカがアウド村に向かったんだ。こんな時に女のことを気にして。こんな時に女のことを気にしてカミーユ怒ってる。おー、ベルトーチカ逃げれたな。よかったよかった。こんなのまで出すのか。7まで出す。ビームサーベルだ。ああ、リックディアスか。後ろにも目をつけるんだ。アムロが守ってくれた。すごい、アムロが先生になってる。ナイスアムロ。神湯撃て。うわ、神湯逃げろ。アムロと神湯の初めて戦うやんな、2人で一緒に。でもノリノリやん。2人の息ぴったりやったな。眠りから覚めたアムロリ。怯える男は嫌いだけど、好戦的なのも嫌ね。ベルトーチか、複雑やな。アムロが来た。眠りから覚めたアムロが来ました。アムロ、アムロ。ありがとうベルトーチか。泣くことなんか。あ、ベルトーチか泣いててんや。ベルトーチか。ソラか。ファーは元気かな。そっか、カミーユもうしばらく地球で頑張らなあかんことになっちゃったもんな。いや、この展開もまた面白いね。クワトロとカツが空に行く展開。そしてさ、アムロアムロベルトーチカといっちゃこらいちゃこらしてるけどさ、いいんですかそれで。ほんまにラブなんかな、それともちょっとこの期間だけ遊んでおいてやろうみたいな感じじゃないん。セイラさんは金髪女やったら誰でもいいの。セイラさん怒るよそんなことしたらね。クワトロ対さ、ベルトーチカとアムロがイチャイチャしてる姿見たやん。それ見ちゃったからさ、そんな奴には俺の妹はやらんって言いそうじゃない。はい、ということで見終わりました。機動戦士ゼータガンダムエピソード16でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やー。